香川県立体育館は高松市福岡町2丁目にあった屋内競技場。指定管理者として4電工と新興スポーツグループが管理、運営している。2014年9月末で閉館され倉庫として利用されている。東体育館の今後について新しい県立体育館が開館する予定の2024年以降に 民間へ売却することを含めた検討が県教育委員会でされている1964年に建設。設計者は丹下建造。競技場はスタンド席1300席収容。主に香川県民のスポーツ団体、大会などに利用されている。トレーニングルームは3種類ある上に、使用料金が安価で利用しやすい。家具は県持ちイサムデザイン研究所。 1966年 BCS 賞。2002年10月10日には全日本プロレスの工業が行われていた。2012年7月に耐震回収のための調査を行っていた際、競技場の天井が落下する恐れがあることが判明したため、同年7月11日より競技場は使用中止となっている。1階のトレーニングルームは従来通り利用が継続された。 しかしその後3度行われた耐震改修工事の入札がいずれも入札部長となったため耐震改修は見送られることが決定。これに伴い当館は2014年9月末をもって閉館されることが決定した。県は当館に代わる中核的体育館を三方と高松に建設する予定である。一方、 閉館発表後に建築士などの有資による香川県立体育館保存の会が発足した。2017年10月16日にアメリカのワールドモニュメント財団から2018年版の危機遺産リストに登録された。2021年4月に香川県教育委員会は対話と通じて民間業者の委託や提案を把握するサウンディング型市場調査を 今年度に行うことにした、ありがとうございます。